はい、どうもゆうです。今回はですね、トニボを、紹介していきたいと思います。まあ、この選手ですね、20万ぐらい作れて、まあ、ファンタジーでアップグレーも期待できるということで、まあ、身長190センチ、高周期が普通高いとか、ね、かなり長いとなってます。で、まあ、ちょっと試合数と別で、まあ、フレマでも結構試して、今ちょっと君の関係で本当だったペースが、93の94かなっていうのと、まあ、守備値もインターセプト90も95、守備意識も91と、タックルも95になるはずです。でフィジカルが90ですね。で、プレスター、これもまたまた優秀で、ロブタツと、インターセプトプラスで予測、ブロック、ジョッキ、ブルーザー、まあエアリアル以外はもうほぼ全部持ってると、まあ、これも両者なし持っていればもう完璧なぐらいだったんですけど、まあ、エアリアルも持ってれば完璧だったんですけど、ここの守備の部分はマジで優秀で、まあ、実際使ってみて思ったんですけど、まあ、フレマとか普通の試合でも使って思ったんですけど、やっぱトリカンめちゃくちゃいいですね。やっぱり、まあ、皆さんも気づいてる、ちょっと前にも動画出したやつでも言ったんですけど、アカンジの時かな、やっぱりこのパスカットプラスが最近マジで優秀すぎて、本当にこれがあればボール勝手に取ってくれるし、で、まあ、なんか予測より今こっちが強いなっていう印象もあって、まあ、予測ももちろん強いんですけど、まあ、インターセプトプラスあった方が守備が守れる感じ、まあ、マルディーニも予測どこ持ってなくて、あの使用感なんで、まあ、多分その影響っていうのはやっぱあるのかなっていう気はします。で、まあ、この後試合動画も流すんですけど、まあ、普通に足も速いし、足も速くて、普通に守備感取り感もいいし、足伸びる身長も高いしっていうところで、本当に使用感今文句ないので、もう本当に今60万あればアカンジとトリボで、この2人センターバック今組ましてやらしてるけど、全然問題なくやれます。ワンチャンサリバよりも強いんかなっていう印象を受けるぐらいなので、しかも2人ともアップグレーがあってのこの値段っていうのはやっぱすごいなと思うんで、まあ、この選手もぜひ作ってみてはどうかなと思います。もちろんこれ今の段階で強いのにアップグレーしたらさらに使用感絶対いいので、はい、作ってて後悔はないかなと。まあ、スパサブでも最悪使えると思うんで、まあ、野心のリークも出てるけど、うん、作っていいと思います。はい、おすすめです。まあ、この後試合動画見てもらえたらと思います。もったいないよな、うん、まナイスゴール、アバジでナイスゴール。いやー、よとめたな。うおー、よう止めたな。ありがとうございます。あ、ハビオさんお疲れ様です。はい、ディスコで DM 送ってるんでまた確認しといてほしいです。ひょっとしたら招待も切れちゃってるかもやけど、ちょっと招待送ってるんで。やばい、入り、また確認だけお願いします。いや、時間的にプラス出す時間じゃなかった、危ない。ボンマティとサワーの位置変えたらいけたな。あ、やば。またや。
ない。よいしょ。ナイス。出るな、いいね。いや、そこ負けてほしくなかったな、ベルナ。延長でもほぼスタミナ減ってないもんな、やっぱ容赦なしあるから。え、何その弱パス。わあ、マジで。おはようございます。お疲れ様です。昨日お疲れ様でした。はい、ご。ベルナー強っ。マジで強い。ほんまにベルナ強い。やば、取れる、ナイス、取れる、ナイス。 CF です。今8-0かな。これが9戦目のはずです。確か32の0やったはずやから、32やったはずやから。あ、やば、ありがとうございました。まああとは SBC で作ったやつ一旦試してますけど、全員満足やな。でもサムネ4人、めちゃくちゃ満足。いや、雑。そんな弱くなっちゃうんや。やばい、逆、後ろ。きつ。ちょっと弱くていい。あと。そんなとこに行くの。これ成果出るでしょ。抜けた。うわ、感じ、あれ足届く。やばいって。それは足届いたらあかんでしょ。インターセプトとして取ったんかな、今の。やば、危な。ワンチャンスルーパス取ったかな。まあベストやから微妙かな。雑いな、雑いです。やば、これはいける。雑いな、選手ロックやな今の。
アカチータトリボや、間違えた。ベルナー、はい、ベルナー、はい。あの漢字が使われてる時もめっちゃありました。はい、いや、いいね。トリゴいいな、マジで。今回はアカンジだった。間違いすぎやろ。トリゴとアカンジが間違えてる。うん、ナイスゴー、ベルナ。会社も出ないって、その、まあ、その地域でやっぱその使われてるんじゃないですか、他の人、同じ自分が使ってる回線を。一回ファビオさん、僕に DM もらえます？X で配信してない間に話するんで。うん、似てない。ベルナの方が強い。僕はゼビオにこの感じはない、正直。ベルナーの方がスピード乗るし、ファーストタッチ持っとるし、容赦なしでやっぱスタミナ持っとるから、自分的にはゼビオより全然上ですね。まあ、フィニッシャーつけてたらスタメンで使ってたと思うかな。あのプロがいてるんで、パワーさんっていうプロがいてるから。回線のプロが、こうパワーさんに相談したりしてるんで。あ、ミスった。あ、ミスった。ノーファール。いや、惜しい。いいね、トリボ。トリボいいね。おいでんだ。今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。
過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ、自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね。以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけをまあ通知オンにして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように、まあ、2つに分けてて、まあ、こっちであれば例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあ、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まあ、あとご質問はまあ市場転売とか転売以外っていうのが、まあ、先ほど言ったプレイとかになってきます。まあ、こういうのもやってますので、まあ、転売以外のところもまあ質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね、まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。